ラミレスのミサイルが突然現れた。そちらに向かっているという情報が入っている。その船のことがガミラスに知られたようだ。緊急発進する。島、波動エンジン始動。島？了解。発射実験を行う。目標、前方の惑星間ミサイル。波動砲はまだ最終チェックが済んでいません。撃てんのか？いえ、発射は可能だと思います。いずれにせよ他に手はないのだ。必ず成功させろ。わかりました。古代、はい、波動砲のマニュアルは読んであるな？まあ一応、ただ異星人の武器なんて扱ったことありませんから保証はできませんよ。失敗したら死ぬまでだ。距離1200キロ。波動エンジン内圧力上げろ。非常弁全閉鎖。エンジン圧力上げます。非常弁全閉鎖。波動砲への回路開け。回路開きます。波動砲薬室内圧力上がります。全エネルギー波動砲へ。強制注入器作動。強制注入器作動します。波動砲用意。島、操縦を古代に渡せ。古代、渡す。同方、安全装置解除。安全装置解除。セーフティーロックゼロ。圧力発射点へ上昇中。最終セーフティー解除。ヤマト、惑星艦みたいにも熟成になりました。姿勢制御固定。ターゲットスコープオープン。電影クロスゲージ明度20。目標、惑星艦ミサイル。距離180キロ。エネルギー充填 100%。 まだだ。エネルギー充填 120%。 薬室内圧力限界です。発射10秒前。対食対潜航防御。距離70キロ。直撃します。5、4、3、2、1。波動砲発射。システムダウンしました。回復急げ。別カメラの映像出せます。ヤマト、確認できません。蒸発したか。
ヤマトです。ヤマト無事です。波動砲を使用した。早々に敵に手の内をさらけ出すことになってしまった。やむを得ない状況だ。それより今はヤマトの無事を祝いたい。このまま行くのか。ああ、ガミラスが対抗策を講じる前に太陽系を脱出したい。分かった。ヤマト刺激せよ。了解した。24時間後にワープテストを行う。了解。